圭一、こんな時間に電話？夜遅くは先方に失礼だからよしなさい。今はそれどころじゃないんだよ。そうだ、レナなら知ってるに違いない。もしもし、リュウグウです。夜分遅くに申し訳ありません。前原と申しますが、レナさんはいらっしゃいますか？レイナは風呂に入っていますが。あ、出たかな。レイナ、友達から電話だぞ。もしもし、お電話変わりました。あ、俺だよ、刑事だ。夜遅くにすまん。あれ？圭一くん？こんな時間に何かな？かな？実は、その、リカちゃんの家がどこにあるのか知りたいんだ。の境内に集会所があるよね。その裏手に2階建ての倉庫小屋があるのを知ってるかな。そこに住んでるんだよ。わかった。ありがとう。こんな遅くにすまなかったな。親父さんに謝っといてくれ。そんなのはいいよ、圭一くん。それより、どうしてリカちゃんの家を聞くのかな？圭一くん？
こえてるなら答えてほしいな。どうしてリカちゃんの家の場所をこんな時間に聞きたいのかな。ケイチ君、レナは真剣に聞いてるんだけどな。答えてほしいよ。レナ、その理由を聞かれると困るんだが。リカちゃんが危ない気がするんだ。それは虫の知らせかな。それともリカちゃんに危険が迫っている何か確信がある。確信はないけど、変なこと聞いてごめんね。考えたら確信なんか必要なかった。友達のことが心配になって、それを確かめるのに理由なんかいらないと思う。仮にリカちゃんが寝ててそれを起こしてしまったとしても、それが理由なら私たちは誰も怒らないと思うよ。じゃあまずはケイチ君に確認するね。リカちゃんの家に電話はしたんだよね。それでどうしても繋がらないから家の場所を聞いてきたんだね。ああ、10分以上は鳴らし続けたと思う。ひょっとしたら気づかなくて寝てるだけなのかも。リカちゃんの家はとても狭いの。だから電話が鳴ったら、たとえ寝ていても気づかないわけはないよ。さとこちゃんもいるんだから、二人揃って気づかないわけはない。さとこって、リカちゃんと一緒に住んでるのか？うん。知らなかったの？今はその話は後ね。とにかく、電話をそれだけ鳴らして誰も出ないのは絶対におかしいよ。私も今からすぐにリカちゃんの家に行くね。一緒に行く？なら迎えに行くよ。わかった。じゃあいつもの待ち合わせ場所で合流しよう。待ってるぞ。ううん、私ケイチ君の家に迎えに行くから。だからお家で待ってていいよ。それからご家族に私と一緒にリカちゃんの家に行ってくるって伝えておいてね。うちでいいのか？時間のロスのような。あと、みーちゃんには電話した？みーちゃんはこういう時、すごく頼もしいの。まだなら、私から電話しておくね。すぐに行くからね。待っててね。
レナ。さあ、行こうぜ。ケイチ君。私、お家で待っててって言ったはずだよ。いや、ここで合流した方が、早く出発できると思ってさ。ケイチ君は、本当にわかってるの？わかってるのかって、何がだよ。ケイチ君、昨日村長さんがいなくなって村中で大騒ぎになったよね。ああ。そんな中でケイチ君はリカちゃんとサトコちゃんがいなくなったって言ってるんだよ。ああ。そういうことになるな。じゃあもっと用心しなくちゃダメだよ。こんな夜中にたった一人でこんなところで突っ立ってるなんて不用心にも程があるんだから。ご家族には、ちゃんと私とリカちゃんの家に行くって伝えたよね、万が一。私とケイチ君が、揃って失踪しちゃうようなことがあっても、いつどの辺でいなくなったのかを残すことができる。ごめん。まだ言ってなかった。うん。じゃあ一緒に言いに行こう。ケイちゃん、本気で言ってんの？もし冗談だったら、かなり怒るよ。みーちゃん、本当に冗談だったなら、怒るんじゃなく笑おうよ。だって冗談なんだから。私たちは、それが冗談であることを確かめなくちゃいけない。そうだね。機嫌の悪そうなことを言ってごめん。ケイちゃんはなぜ急に、こんな時間にリカちゃんの家に電話なんかする気になったわけ？虫が知らせた、じゃ、おかしいか。俺さ、うたた寝してる時に悪い夢を見ると、どうしても気になっちゃうんだよ。ケイチ君は、それでリカちゃんがさらわれる夢を見たわけかな。いや、その、もっと漠然とした、
予感みたいなものだよ。リカちゃんが電話に出てくれたなら、レナやミオにも続けて電話するつもりだったよ。古出神社か。みんな公園みたいな感覚で勝手に出入りしてるけど、本当はここは古出家の立派な私有地なんだよ。だとすると古出家って結構な旧家なんじゃないのか。代々続いた由緒ある。うん、ない。おかしいよ。どうしたレナ。リカちゃんとサトコちゃんはいつもここに自転車を止めてるはずなの。ほら、どこにもない。他の場所に止めてる可能性もあるんじゃない。例えば担いで石段を上がったとか。女の子には無理だよ、圭一くん。行こうぜ。家に行った方がはるかに確実だろう。で、リカちゃんたちが住んでいる家ってのはどこにあるんだ。こっち、ついてきて。明かり消えてるね。寝てるんじゃない。ノックしてみよう。
寝てるのかもしれない。起こしてみよう。鍵かかってる。どこかから中に入れないかな。2階の窓とか、鍵をかけ忘れてないかな。俺、ちょっと試してみる。ケイちゃん、はしご。じゃあ、私念のため本宅の方も見てくるね。すぐ戻るから。古出家の本当の家だよ。両親が亡くなって以来ずっと放置してあるそうだけど。あ、そうか。リカちゃんのご両親って亡くなってるんだよな。里子も親なしだよ。親城様のたたりってことで、両親が崖から落っこちてね。お兄さんだったサトシ君もいなくなっちゃって。サトシって前に聞いた名前だな。それ以来、サトコはリカちゃんと一緒にこの小屋で暮らしてるんだよ。互いに身寄りのない一人ぼっち同士。助け合ってね。本宅って言ったか？そっちで暮らした方が楽だろうに。はじめはそうしてたみたい。でも両親を思い出すから辛いって言って。リカちゃんも、サトコも、大変なんだな。呪われてるんだよ。え？ミオ、お前、今、なんて言った？呪われてるって言ったの。ミオン、お前、なんて顔してんだよ。北条里子はね、お社様のたたりを一身に受けた呪われた子なの。公園の展望台から転落死したのは両親だけ。あの子をみそっかす扱いしてた冷たい両親だけが死んで、あの子は一人だけ助かった。引き取り先であの子をいじめたおばは、綿流しの夜に異常者に脳みそがぐっちゃぐちゃに飛び散って、頭が原形をとどめないくらいにめった打ちにされて殺された。
いつもあの子をかばってたサトシ君も、あの子の誕生日に突然消えてしまった。あの子をいじめていなかったのに消されてしまった。警察は家出したんだって決めつけたけど、サトシ君は逃げ出すような人じゃなかった。いつも一生懸命、誰の力も借りずにコツコツと一人懸命に努力する人だった。たった一人の妹のために身を粉にして頑張ってたのに消されてしまった。あの子のためにだけに生きていたのに消されてしまった。かわいそうなサトシ君、なんて報われないサトシ君、なんて恩知らずなあの子なの。あの子は呪われた子。あの子に近づけばそれが誰でも末路は同じ。たたりで死ぬか、たたりで消えるか。あの子に安らぎなんてあるものか、あの子に安らぎなんてあるものか。リカちゃんが消えたのもきっとサトコのせいだよ。違いない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 。落ち着けよミオ。何のことを言ってるのかわからないよ。助かったね。どうも窓も戸締まりは完璧らしくてね。困ってた。リカちゃんの家はね、もともとは町会の防災倉庫だったの。だからシャッターの鍵を今でも村長さんの家が預かってるの。今ではリカちゃんとサトコの指定だけど、まあもともとリカちゃんの家の敷地内だし、誰も文句は言わないけどね。リカちゃん、サトコちゃん。
どう？やっぱりいない？うん、いない。絶対おかしい。信じたくないけど、君吉の村長さんが消えたのが昨日の今日、無関係とは言い切れないね。例えば、ご近所に行って、お茶でもご馳走になって眠っちゃって、起こすに起こせなくなってるなんて可能性ももちろんあるよね。その可能性をまず潰そう。牧野さんは裏手から沢のあたりの家を回ってください。慶太郎さんはおじゃが池の方。岡村さんは私はここに残って電話で片っ端から心あたりに問い合わせてみます。じゃあ皆さん、そういうことで。みーちゃんだね。みーちゃんは学校だけじゃなく、ひなみざわの委員長さんみたいだよね。茶化さない茶化さない。ほらどいて。おじさんは電話を使うんだから。とはいえ、そんなのわかるはずもないよな。でもレナ、冷蔵庫や流しの下の棚とかを開いてもリカちゃんは見つからないと思うぞ。隠れてるかなって思って。はう。私、みんなに話をしてくる。遅かれ、警察も来るだろうしね。大石の奴にも事情を説明しなきゃ。ミヨンちゃん、リカちゃまとサトコちゃんがいなくなったってのは本当かい？誰かの家にお邪魔していないか、町会の回覧区分に沿って全戸をまず調べよう。本人たちがこっちの気も知らずに、誰かの家ですやすやとお泊まりしてる可能性もあるわけだからね。こんなことは考えたくないけど、もちろん
悪いことが起こった可能性もある。我々も手分けしよう。昨夜の村長探しで回ったところをもう一度回る。俺たちはダム現場をよく念入りに探してみる。お前さんたちは学校のあたりを探してみてくれ。どう？したら、早よ回らんと。行こう行こう。みんな、昨日も村長さん探しで徹夜だったからね。寝不足で辛いだろうけど、どうかよろしく。おお！俺のせいなのか。ケイチ君、大丈夫？俺が全部悪いんだ。俺のせいで。ケイチ君が？何も悪いわけはないよ。自分をどうか責めないでね。ケイチ君、こんな風通しのいいところにずっといたら風邪ひいちゃう。子供たちはね、
もう解散して家で寝ろって。もう寝ないと明日の学校に差し支えるよ。大人たちだって昨夜も一晩中村長さんを探したから、みんなクタクタ。今夜は少し早めに解散するって。大丈夫。さっきね、警察の人も来たの。今どんどん町から応援のパトカーが来てるよ。ケイチ君が何を自分に責めているかわからないけれど、もうやめよう。頼む、レナ。放っておいてくれないか。俺、きっと、うちに帰ったって、眠れない。俺のせいで消えてしまったんだ。他の探してくれてる人たちよりも先になんか眠れるものか。ケイチ君のせいなの？どうしてそう思うのかな、かな。ケイチ君がとても仲間思いだって知ってるから、自分を傷つけたくなる気持ちもよくわかるよ。だけどレナはケイチ君のせいじゃないって知ってる。ケイチ君が悪くないって知ってるから。知ってるって。ケイチ君、ひょっとしてレナも消えちゃうかもしれないって思ってるのかな、お社様のたたりで。だったら安心して、レナは消えたりしないよ、絶対に。どうして消えないなんて自信を持って言えるんだよ。
レナ。ほら、ケイチ君に涙なんか似合わないよ。みんなのところに行こう。婦人会の人たちがね、お味噌汁の炊き出しをしてくれてるの。飲むと温まって落ち着くよ。ケイちゃん、どこ行ってたんだよ。ケイちゃんまでいなくなったのかと心配したよ。すまん。みーちゃん、どう？何か手がかりはあった？全然ない。学校が終わってから家に帰って、二人で自転車に乗ってどこかに行ったらしい。しかも、二人が自転車に乗った姿は全く目撃されていないし。昨日の村長の時と同じ。お手上げだよ。ケイちゃんも辛いだろうけど今夜はこれで休もう。さっき今夜は解散しようってなったところだよ。これを飲んだらもう終わりにしよう。終わりなのか？あ、もちろん終わりじゃないよ。明るくなったら警察も増援を入れて徹底的に探すってさ。沖ノ宮の方に行ってる可能性もあるからね。村長の件も含めて、獅子骨市全体で目撃情報がないか洗うって言ってる。それよりもケイちゃんだよ。どこに行ってたんだい？いつの間にかいなくなっちゃうから、心配したんだよ。すまん。気をつけるよ。何もなかった。怪しい人に監視されてるとか、付け狙われてるとか、そういうのはなかった？何もないよ。でも気をつける。すまん。おんやおやおや、おいしい匂いが漂ってくると思ったら、これはぜひご商売に預かりたいですね。大して残ってないですよ。それでもよければ勝手にどうぞ。ありゃりゃ、味噌汁のお残りってちょっと塩分高めなんですよね。参ったな。君たちはいただきます？
警察の方では何か手がかりはつかめましたか？大丈夫ですよ、お嬢さん。ご安心、ご安心。ちゃんと探してるんですから。それよりも、もう本当に遅い時間です。どうぞ若い皆さんはお帰りになってお休みになってください。体に触りますよ。そうだよ。ケイちゃんもレナも、今日はもう休みな。あとは税金で働いてるおっさんたちがやってくれるから。私たちだって税金払ってるんですけどね。ふん、蕎麦屋さんが自分の作った蕎麦食ってるみたいな気分ですよ。な、じゃあ、本当によろしくお願いしますね。帰ろう、ケイチ君。明日が辛くなるよ。そうです、そうです。なんなら、お二人をお送りしてもいいですよ。クマちゃん、車を回してあげてください。あ、結構です。俺たち、自転車で来てるんで。ご安心を。私たち、ワゴン車で来てますから、自転車も積めますよ。せっかくだから、お世話になろうよ。私たちだけで帰るより、きっと安全だよ。そうと決まれば、行きましょう行きましょう。じゃあね。おやすみ。レナもケイちゃんも。うん。みーちゃんも早めに休んでね。おやすみ。では、レディーファーストで、お嬢さんの家から行きましょう。住所はどちらです？あ、ありがとうございます。私の家はですね、もしもーし、前原さん、完全に眠っちゃってますか？ああ、すみません。すっかり寝込んじゃって。ぬるいですがね。甘いカフェオレなら常温でも結構飲めますよ。あ、どうも。
そんなに構えられても困ります。別に取って食おうってわけじゃないんですから。前原さん、俺にまた何の用ですか？用？いえいえ、別に別に。私からは用はないんですが、前原さんから私に用があるんじゃないかと思いましてね。別に用なんかないです。ありゃ、本当にあるんじゃないですか？前原さんから相談したいことがきっとあったと思ってたんですけどね。どうしてこんなことになっちゃったんでしょうね。富竹次郎さんと高野美代さん、ご存知ですよね。お祭りの時、園崎志音さんを含めて4人で一緒におられたのを私がこの目で拝見してますから。その富竹さんと高野さん、今どうしておられるかご存知ですか？実はお亡くなりになってましてね。気の毒な死に方でした。おや、ひょっとしてご存知でした？じゃあこっちもご存知かな。富竹さんと高野さんがたたりに遭われた理由の方です。何でもですね、入っちゃいけない禁断の建物に入ったからだって言われてるんですよ。村長さんや古出里香さんもそのせいでたたりに遭われたんだという噂はご存知で。西宮殿って言いましたっけ？あそこの鍵を簡易なものに付け替えたから賊に入られたんだっていうケチがついてるらしいんですよ。一昨年くらいまでは西宮殿にはでっかい勘抜きとでっかい錠前がいくつもつけられていたらしいんですよ。ところがほら、勘主夫妻がお亡くなりになられて、今は古出里香さんが切り盛りされてるでしょ。勘抜きが重くて大変だから、もっと軽い簡単な錠前に付け替えてほしいと村長さんに相談したらしいんですよ。リカさんはあの通り小柄な女の子ですからね。錆びついて重くなった勘抜きはしんどかったんでしょうな。で、村長さんが職人を手配して簡単な南京錠で鍵ができるように付け替えたんだそうです。それがどうしてケチがつくことになるんですか？つまりですね、前の厳重な錠前なら賊には忍び込まれなかった。村長さんと理香さんが勝手に安っぽい鍵に変えたから賊に破られたんだと、こういう話らしいんですよ。そんな話。
そういう話がまかり通ってて、一部の村人たちが西宮殿に忍び込んだ賊と賊に破られるような鍵に変えた村長と理香さんを罰したんだなんて話があったりなかったりしてるんですよ。前原さん、どう思います？どう思うって、その一部の村人ってのもよくわからないし。御三家ってご存知ですかな。綿流しのお祭りの開会式典で各家の代表がそれぞれ挨拶をなさってるでしょう。祭りには途中から来たからよくは。御三家ってのは雛見沢の旧家の三つの家のことなんです。具体的に言うと、君吉家、園崎家、古出家の三つのことです。本当に古い家筋らしくてね。大昔から村の決め事は御三家が合議して決めるんだと言われてます。園崎家が戦後に一気に勢力を拡大しましてね、例のダム闘争で反ダムの旗頭になってからは事実上雛見沢を牛耳るトップに躍り出ました。でもですね、古いしきたりに従い、今でも重要な村の方針は御三家で合議して決めているんだそうです。だから綿流しの開会挨拶も御三家の当主がそれぞれなさるんですよ。つまり村長と園崎家の現当主のおばあ様、そして古出家の最後の一人理香さんです。園崎家が大した家柄だという話は聞かされてたけど、理香ちゃんの家もそういう旧家だったのか。まあご存知の通り、親族は全くおられませんから、古出家は事実上全く勢力を持ちませんがね。ただ理香さん個人には求心力があるようで、村のお年寄りには盲信する方が多いと聞いています。で、その御三家ってのが何だって言うんですか？ここまで説明してもまだ説明が足りませんかね。わからないから聞いてるんです。御三家の人間が相次いで消されてるんです。どういうわけかね。雛見沢の内側の古い因習か何かに基づいているんじゃないかと読んでいるんですが、それ以上のことはさっぱり。そんなの俺にだってさっぱりです。ですから、ですから、君吉家、古出家の当主が消えたんですから、次は園崎家の当主が消えるんじゃないかな、なんて思ったり思わなかったりしたりする今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。なんちゃって。園崎家の当主って誰だよ。当主は園崎本家のおばあちゃんなんですが、実質上の当主権限はもう孫娘のミオンさんに移行しているとみて間違いないでしょうね。ミオンが消える？嫌でしょ？当たり前だ！そんなの許せるものか！では協力を、前原さん。園崎美音さんについて最近気づいたことを何でもいいから話してください。もしもし。はいはい、神戸良子。
そうですね。はいはい。では戻りましょう。はいはい。はいはい。そろそろ戻らないといけないみたいです。これからがいいところだったんですが、残念ですね。前原さんは友達思いの今時関心な若者です。友人のことを警察に喋ると、なんだか裏切っているような気持ちになるのをよくわかっていますよ。前原さん、一晩差し上げますから、ゆっくりお休みになってよく考えてくださいね。前原さんのほんのちょっとの勇気が、結局大勢の友人を救うことにつながるかもしれないのです。わかってると思いますが、綿流し以降、毎晩何かが起こります。これまでは、毎年一回だったたたりが、今年は連日、本当に景気のいい年です。そんなの、景気がいいなんて言いません。おととい、昨日、そして今日、明日の晩も、起こらないなんて保証、どこにもありませんよ。それを未然に防ぐのが私たちの仕事ですが、それには前原さんの協力が不可欠なんです。まあ、今日はもう眠いでしょう。もう3時になりますからね。どうぞ、ごゆっくりお休みになってください。はい。では、失礼します。私、前原さんが話す気になってくれるまで、毎日来ちゃいますからね。取調室で自白を強要っての、もう時代じゃないと思いますんで。